私の場合はですね、日本に興味があったとか、日本語を覚えたい、寿司が好きというのは全くなくてですね、単純にその前の年、日本から、とても可愛い、AFS の留学生が私の町に、来てですね、私は初めて外国人と触れ合う、きっかけになりました。で、まあ、知人男の子として、私はあなたのお守り役します。で、言葉が通じなくても私はずっと彼女のそばにいて、別に恋人とかそういう関係でも決してなかったんですけれども、言葉のわからない、非常に、見た目は、弱い立場にいるという人間を助けてやらないといけない。非常に仲良くなって、で、彼女は帰る前にいつかお前の分に会いに行くと約束しました。私は日本に来た理由はそこにあります。で、日本に来て、日本ってどんな国か知らなかったから、で、自分がどこにどの町に行くかって選ぶ権利もなかったので、福山だったと、広島県ので、彼女は東京だと、会えないと。で、もう帰りたいと。けど、まあ、家族は、クリスチャン、キリスト教なんですけれども、いつもお父さんお母さんは、聖書の言葉を、私は帰りたいと言った時には、この返事としては、戻るために行ったんじゃないよ。それを聞いて、よし、頑張ろうと、これから彼女別に会わなくても日本という国を学ぼうと。で、そこから、ね、本格的な AFS の体験は始まりました。